ンポン。誕生月占い。来い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 。あー、残念。最下位は12月生まれ。うわー。でも大丈夫。12月22日生まれで名字に、ゆとずと気が入っていて、名前にゆかりとか入ってる人以外は普通に幸せな一日を過ごせます。えらいピンポイントやな。なら安心。いやー、前名指しレベルで不幸になるって言われてんぞ、慌てろ。か。テレビの前のお前、首洗って待っとけ。いやもうこれ犯罪予告やんけ。どう住んで絶望の表現方法がユニークってか、あの人ゆかりちゃんになんか恨みでもあるんか。すごいピンポイントに名指しされてたけど。いや、先日顔の定期点検してたら冒頭から意味わかんないけど続けて。お母さんが能力をご発動しちゃって。ハックシュンキャー。その時ちょうどテレビに映ってた彼女が司会している生放送に顔だけ飛ばされるという新種の貞子かな。私悪くないですよね。うん、まあ不運な事故としか。ついなちゃんはどう思いますか。不運な事故ですね。ですよね。あれです、何の感もお母さんが悪いんですよ。謎能力で私の顔を飛ばすから。呼んだお母さん。はい、では次のコーナーへ参ります。